皆さんこんにちは、ベーシストの藤井一郎です。本日の動画はですね、僕が以前作った動画でして、芝の音まず10個覚えようという動画があったんですけど、これね、僕の動画の中ではヒット作品なんですけど、はい、そのね動画の続編ということで、あと8つ覚えたらベースの芝の音全部わかりますということでやっていきたいと思います。はい、もうね10個まずその動画を見ていただいて覚えた人はですね、もう8つですよ。もう8つ覚えたらもうこのベースの芝の音が全て分かってしまうという、なんていうお得な動画なんでしょうかということでですね、芝の音を、はい、しっかりこの動画最後まで見て覚えていってください。それでは早速いってみましょう。このチャンネルではベーシストに役立つ情報を随時配信していきますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録してご覧ください。まず前回のおさらいをしたいと思います。前回ですね、まず10個音を覚えましょうって言いました。その10個っていうのはですね、このまず4弦の開放 E、 そして1フレット F、 そして3フレット G、 そして5フレット A、 7フレット B、 はい、ここまで順番に覚えました。そして次、3弦に行きます。3弦の開放 A、 そして2フレット B、 3フレット C、 5フレット D、 7フレット E、 はい、ここまでで、まあ10個ですよね。でこの10個を覚えちゃうと、まあこの辺っていうのはね、なんで最初にまずこの10個覚えるかっていうと、まあむちゃくちゃ使うんですよ。とにかくこの開放の E からこの1オクターブ上の E まで、だからここはまあしっかり覚えましょうと。でその今飛ばしたね、この例えばじゃあこの4弦の2フレットとか、こういう間の音っていうのはあのシャープやフラットで表現できますっていうことを言いました。例えばですけど、ここで言うと F から半音上がってるので、シャープをつけて F シャープっていう音になります。で G から見ると半音下の音フラットなので G フラットとも言えます。はい、なのでね、飛ばした音っていうのはもうどこもそういう風にシャープとかフラットをつけて表現することができます。だからまあ覚えなくてもいいよと、まあっていうか本当は覚えた方がいいんですけど、あのまずはね10個覚えましょうと。で間の音はそこから考えたら分かるよっていう動画でした。そしてここからがですね、あと8つですよ。あと8つだけ覚えたらもうベースのね指板上の音が全て分かってしまうというね、まあ、めちゃくちゃ便利なやり方なんで、ちょっと早速説明していきたいと思います。まず最初に覚えるべき8つの音を紹介していきたいと思います。まずね、4弦の、8フレット7フレット、ここも B までやったじゃないですか。そのお隣8フレット、これがね C になります。でどんどんいきます。8、9、10フレット、ここが D になります。はい、4弦はもうこれで終わりです。まあ下からいくとね、 E、F、G、A、B、C、D で、まあ順番にアルファベットが上がっていくだけなので、まあ覚えやすいかなと思います。8フレット C、 そして10フレット D です。で次3弦いきます。はい、3弦も A、B、C、D、E ときましたね。で8フレットこれ F、 そして10フレットこれ G です。はい、これで4つきましたね。こことこことこことここ、はい。で次、2弦いきます。これまずね開放弦、これ覚えてください。これ D です。 D、 はい。そして、この2フレットこれ E です。これ覚えてください。はい、そして今度1弦、これ1弦開放、これ覚えてください。これ G です。はい、そして1弦の2フレットこれ A です。はい、ここまでで8つですね。これだけ覚えたらね、もうこのベースの指板上の音全部わかるんですよ。それ全然説明してないじゃんかっていう声が聞こえてきそうですけど、はい、まあこれからそれ説明しますね。ですね、まずあの4弦からいきますと、先ほどと同じように、まあ、ここが C だったじゃないですか。でこれが D だったじゃないですか。でこの飛ばした音はなんやねんっていう話で、この飛ばした音はまたここの音、例えば C から見たらシャープなので C シャープ、
D から見たら半音下フラットなので D フラットっていうように、同じようにその飛ばした音はシャープやフラットで表現できるので、そこはまあ覚えなくても、まあ考えたらわかるっていうことになります。そしてですね、ここからベースのその指板の構造の説明をしたいと思うんですけど、まず大前提としてこの開放弦ありますよね。開放弦とこの12フレットこの2個ポッチがついてる12フレット、ここの音、これっていうのはね1オクターブ上の音がするんですよ。同じ弦の開放弦と同じ弦の12フレット、これね同じ音なんですよ。あ、同じ音っていうか同じ音の1オクターブ上の音、はい、はい、1オクターブ上の音が12フレット上にあります。ということで、まずさっきここの C、D まで覚えたじゃないですか。っていうことはここの12フレットっていうのはね1オクターブ上なんで、ここは開放が E だったので、ここも同じく E なわけですよ。でそれと同じことが、まあ全部の弦言えるんですけど、同じことが3弦で、ここは F だったじゃないですか。でここは G だったじゃないですか。そうするとここっていうのは12フレットなので、この3弦の開放、この最初に覚えた A、 これと同じ音、これも A ということになります。はい、で12フレットっていうのはもう必ず1オクターブ上なので、ここの開放 D で、ここも D、 G、 G という風になっています。そしてもう一つ大事な構造のお話があるんですけど、12フレットがまあオクターブ上なんですけど、そっからまあここが0フレットだとして、またね12フレットでオクターブ上の音からこっからね、リセットしてまたね同じやつが始まるわけですよ。だから12フレットが E だったじゃないですか。でこの開放ね、で1フレットが F だった。だから12フレットからまたリセットされてるので、12フレットのこの隣の音、これ F なんですよ。まあ、要はこ、3フレットはまあ G だったんですけど、これがだからこっからこの12フレットから数えて1、2、3、ここ G なわけです。はい、まあ要は12フレットからまた同じように始まると思えば、こっちの音っていうのは実は覚えなくても、まあ考えたら分かるわけですよ。これが E、F、G、A、ここが E、F、G、A、ここがじゃあ A、B、C、D だったとしたら A、B、C、D、 はい。そしてもう一つの重要な大原則を言いますとですね、ベースの指板上にはですね1オクターブ上の音っていうのがまああるわけですよ。まあ当たり前なんですけど、それっていうのがまあどこにあるかっていうのをね今から説明しますけど、まあ他の動画でもまあちょいちょい言ってるんですけど、 A でいきましょう。4弦5フレット A、 これの1オクターブ上の音っていうのはですね、この2本細い弦の2フレット先、まあここをなんか真四角としたら対角線みたいな、はい、ここにね1オクターブ上の音っていうのがあるんです。ここまで説明したらね、もう勘のいい人はピンときてると思うんですけど、あ、なるほどと。っていうことはですね、今までこのまず10個覚えて、そしてプラス8個覚えたじゃないですか。だからその覚えた音のここのこの形のこの真四角の対角線にあるこの音っていうのは、その覚えた音の1オクターブ上の音だから同じ音なわけですよ。例えばここ C だったじゃないですか、3弦の3フレットで1弦の5フレット、ここはもう C なわけですよ。だからまあ同じことがもうずっと言えてですね、ここが B だったんで B、 はい、で C、 D、 E、 F、 G で、ここがまあ A、B、C、D ってもうひたすら言えるわけですよ。これ4弦と
2弦でも同じことですが言います。 F G A B C D E、 そしてさらにフラットがついてもシャープがついてもこの関係性は同じなので、例えばここの音 E フラットもしくは D シャープなんですけど、この対角線上のこの音、これも E フラット D シャープ同じ音になるわけです。はい、いかがでしょうか。もうこれで全ての音分かっちゃいましたね。分かってない音ってあります？どっか多分ね大丈夫だと思うんですよ。ある程度のことを覚えてしまえば、あとは構造を知ればその先の音は考えれば分かるということになっています。この動画で言ったことはですね、まあある程度最低限の音を覚えて、そしたらそこから推測すれば他の音は覚えなくても分かりますよっていう動画なんですけど、まあ、もちろん最終的にはね、いちいち考えるとやっぱりそれだけ時間がかかるので、考えれば分かるっていうところまで今日は言ったと思うんですけど、まあ、その先を目指すならばやはり、まあ、覚えた方がいいはいいんですよ。ただでもその構造が分かってて弾いてるうちになんかね覚えてくるんですよね、意外と。だから最初のうちにとにかく全部覚えなきゃみたいな、試験みたいにね覚える必要は僕はないと思うんですよ。で曲とか練習してて、例えばですけどコード譜を見ながら演奏したりとか、まあいろいろこういろんな勉強していって、こういろいろ弾いているうちに、まあ自然と覚えてくるのでね、あのまず絶対にその指板の音を覚えてから始めましょうっていうことでは全然ないので、はい、まあ、もちろん最終的には覚えた方がいいんですけど、それはまあ自然とね、あの覚えられるかなと思います。本日の動画は以上となります。いかがでしたでしょうか。まずはね10個覚えたら、その後8個覚えて、そしてベースのその指板の構造を覚えれば、もうこのベースの指板上の音全てが分かるっていうことなのでね、ぜひあの、まあ、自分のベースでこう弾きながらねいろいろ考えてみたらより深く分かると思うので、ぜひやってみてください。このチャンネルではベーシストに役立つ情報を随時配信していきますので、よかったらチャンネル登録といいねボタンを押してもらえたら嬉しいです。それとねコメント欄に疑問質問なんか動画の感想などなどあれば、ぜひぜひいろいろ書き込んでください。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。